りにしましょうか。こちらの様子はいかがでしょう。どなたにお願いしますか。どなたにお願いしますか？どちらになさいますか？誰にお願いしましょうか？栽培の設定はいかがいたしますか？問題ございませんか？栽培するものを決めましょう。誰にお願いしましょうか？栽培するものを決めましょう。栽培しようかしら。どなたに依頼されますか？何を栽培しようかしら。
にお願いしましょうか。どれを栽培いたしますか。どなたにお願いしますか。どなたにお願いしますか。どなたにお願いしますか。何を栽培しようかしら。何を栽培しようかしら。しようかしら。どなたにお願いしますか。了解し、こちらの様子はいかがでしょうか。誰にお願いしましょうか。商品設定はいかがいたしますか。どの商品を並べようかしら。どなたにお願いしますか。
商品設定はいかがいたしますか？商品設定はいかがいたしますか？どの商品を並べようかしら。どちらの商品にいたしましょう。どなたにお願いしますか？どの商品を並べようかしら。商品設定はいかがいたします？どなたに依頼されますか？どなたに依頼されますか？どなたにお願いしますか？はい。商品を決めましょう。こちらだ。ネルケ様、ロータス様がお見えになっていますが、いかがいたしましょう？あら、きちんとした経路で来るなんて珍しいわね。うん、いいわ、と…やあ、ネルケ嬢、ご機嫌麗しゅう。どうしたの？今日のあなた…まとも
って、そこはすごく変だというところじゃないのかい？だっていつもが変なのだから仕方ないでしょ。不満ならいつも変なことをしている自分に言うのね。うっか、なかなかに手厳しいね。それで一体何なの？おや、そこまでお見通しかい。ちゃんと冷静な判断は。え？どういう意味？ミスティージュ、すまないが彼を通してくれるかい？かしこまりました。少々お待ちになっていてください。ミスティにまで話を通しているの？もう何が何だか。こんにちは、ネルケ様。ちょっと今からアシラに付き合っていただけますかい？え、クノスさん、どうしたんです突然。いいから行くよ、そうしたらわかるからさ。ロータスまで。わかった、ついていくわ。それで結局どこに行くの？あら、みんなお揃いでまたお出かけ？パメラじゃないですかい。ネルケ様と一緒に村を視察して回ってるんすよ。あら、そうだったの。最近どうですかい？そうね、昔ここに来た時と違ってたくさん売るものが増えて嬉しいわ。他にもいろいろとできるようになったし、ネルケさんたちには本当に感謝してるわよ。そんな、皆さんが頑張っているからですよ。それに錬金術師の皆さんがいなければこ。あら、でも錬金術師のみんなを誘ったのはネルケさんでしょ。ネルケさんのおかげよ。クノス君だって褒めてたんだから。ちょ、パメラ、そこで足を巻き込まねえでください。ごめんなさい、ちょっとからかってみたくなったの。あら、いけない、そろそろ仕事に戻らなきゃ。それじゃあみんな、またね。あ、はい。もしかして見せたかったのって村の様子？それならいつも見ていますけど。まあまあ、ついてきていただければわかりやす。さあ、次の場所を見に行きましょう。おお、なんだなんだ、お揃いでどこに行くんだ？最近できた施設を見て回ろうかと思ってたんでさ。ハゲルさんのおすすめはありやすかい？そんなもん全部に決まってるだろう。誰も彼も自信作さ。それは頼もしゅうございますね。ただまあ、ジョーちゃんたちに指示されて作ったもんはどれも面白いもんばかりだからな。確かに錬金術師の皆さんに教えていただいたものは変わったものが多いですからね。それもあるけどよ、ジョーちゃんたちがいろいろと考えて指示してくれるおかげよ。俺たちだけなら好き勝手に建ててここまでいい場所にはできなかったぜ。ネルケのジョーちゃんのおかげだ。ありがとうよ。いいえ、そんな、私はただ当然の仕事をしたまでです。これからも頼んだよ。それじゃ俺はそろそろ仕事に戻るぜ。Thank you.
さんお揃いでどうしたの？もしかして今から採取に行くの？こんにちは、妖精さん。ちょうど今視察をして回ってるのよ。そっか、視察するのもネルケ様の大事なお仕事だもんね。最近はどう？ここでの暮らしには慣れた？最近は錬金術師の皆さんとのお仕事だけじゃなくて、他の人と接する機会も増えてて楽しいんだ。村の発展にも役に立つなら頑張りがいがあるよ。ありがとうネルケ様。そんな、私はただみんなにお仕事をお願いしているだけよ。その指示を出すのが難しいんだってボスが言ってたよ。だから僕たちがいろんなお仕事をできるのはネルケ様のおかげだと思うな。妖精さん、ありがとう。いえいえ、どういたしまして。元気になったみたいでよかった。それじゃあ僕はそろそろお仕事に戻るね。さあどうだい、これでわかっただろう。ここが発展しているのは間違いなく君のおかげさ。もっと自信を持ちたまえよ。ここの住民たちは君を信頼してるとわかっただろう。みんな、そのために私を連れて回ったの？本当は、できた施設なんかを見ながら話すつもりだったんですが、運よくいろんな人たちに会えてよかったでさ。最近ネルケ様が元気がなかったので、みんなで心配していたのですよ。私たちは知ってほしかったのです。ネルケ様は皆さんから頼りにされていると。ミスティ、これだけ信頼されているんだ。君が気づいていない強みだって絶対にあるはずさ。次の課題を進めるときはそのことを意識しながら仕事に取り組んでみるといいんじゃないかい？ロータス、ありがとう。あHa ha ha!
様。よし、それは…よろしくお願いしますね。こちらこそ、お世話になります。